はい、どうも、シオン技研瀬古です。古い iPhone で LINE が使えなくなると題して今回はお送りします。LINE のアプリっていうのがまあありますよね。で、あの LINE のアプリがバージョンアップしたことによって、そのアプリを動かしてる OS っていうのがそのスマホなんかの中に入ってるんですけど、まあ、あのパソコンなんかでも OS、Windows とか言いますよね。iPhone だと iOS っていう OS が入ってるんですけど、で、その iOS を古いままで使っていると LINE が、ちょっとこれややこしいんですけど、古い iOS を使っていると新しい LINE で LINE が動かないっていう問題が今起きてきています。で、あの古い iOS で使い続けてる方っていうのが一定数いるみたいで、そういう方は結構ちょっと パニクっちゃうっていうか、 LINE がいきなり使えなくなるっていう状況になってビビるということがあります。で、今回あるお客さんの対応をさせていただいたんですけど、その方は iPhone5S ドコモを古い iOS、 ちょっと古い iOS のバージョンわかんないんですけど、古い iOS で使っていらっしゃいました。で、その方の iPhone の iOS がなんで古いかっていうと、なんかね、その方の iPhone で理由は大まかに2つあるんですけど、1個はその方がインターネット回線につなげる環境がないっていうのと、あともう1個はパソコンを持ってなくて、なんかね、iPhone 単体でのアップデートっていうのに対応してないスマホということだったんですね。で、そのためその方パソコン持ってないので、パソコンでアップデートするしかないんですけど、パソコンがないので古い iOS のまま使ってました。で、それは iTunes を使ってパソコンでアップデートしなきゃいけないねっていうのがあるんですけど、古いまま使ってました。で、なんでそういう仕様になってるのかちょっとよくわかんないんですけど、ドコモだからなのか、なんか他のところもそうなのかよくわかんないんですけど、なんか微妙に闇も感じるんですけど、スマホ単体でアップデートできない仕様だったようです。で、今回作業場所は私の普段ね、仕事というか生活というかしている場所も回線が結構細くて、非常にか細い回線で使ってるため、 WiMAX の方が早かったりするので、 WiMAX が取れる環境の道の駅で作業をしました。でも夕方にお電話いただいて、あ、じゃあ今から会ってやりましょうかってことでやったんですけど、結構もう終わる頃には辺りも暗くて、お客さんがお子様連れだったんですけど、お子さんが走り回っていてですね、お母さんがお化け出るよとか言ってたりして、非常に面白かったですけど、で、子供も子供で素直なんで、僕におじさんこれ治るのとか、おじさん遅いよとか言って、結構僕も焦らされて、子供に焦らされてやってましたけど、で、途中やってて、まあシステム再起動がうまくいかなかったのか、時間がかかったのか分かんないですけど、ちょっと強制リブートしたりもしたんですけど、若干焦りつつもちゃんとiOS のアップデートできて、 LINE が動くところまで確認してできましたと、さってことです。それではシオン技研瀬古が、お送りしました。パソコンの、こと、スマホのこと、あとホームページの作成なんか、受け付けてますので、興味のある方はまた、うちのお店のホームページ安くで作るっていうのができるんで、作ってよって方はお待ちしております。それではシオン技研瀬古がお送りしました。ありがとうございました。とさ、シオン技研。